はい、皆さんこんにちは、シャタイシャタです。今日も約3ですが、今までと違います。はい、今までは天敵に影響のない材を使ってましたが、今回からは天敵に影響出ちゃう、悪くすれば天敵が全滅っていう可能性もあります。というのもですね、実はオオカエソ系ウイルス、はい、の症状がキュウリの実に出ていまして、少ない日でも1日1、2本、多い日ですと7本か10本ぐらい株元を切り落としてます。はい、万一止まりません。前回やった砂糖混用、こちらも効いているのかもしれないですけど、もう待てないですね。はい、ということでアザミウマスリップスですねの徹底防除の仕方、視聴者の方に教えていただきましたので、そちらの情報はこちらです。はい、こちらの資料です。最低3回連続散布の徹底ですね。南黄色アザミウマは卵から幼虫サナギと発育し成虫になります。このうち卵とサナギの時期は薬剤が直接かからないので薬剤の防除が難しいと。そしてここですね、下の方、はい、7日間隔で3回散布して徹底防除しましょうということですね。はい、表があります。はい、7日間隔、結局卵とサナギが生き残ってまた幼虫成虫になるというところで3回必要ですという、はい、最後ここで駆除3回目でってことですね。1、2、3です。はい、はい、そして今回使用する農薬はこちらです。アグリメックですね。殺虫殺ダニ剤、アバメクチン乳剤ですね。こちらは劇物ですんでハンコが必要です。はい、キュウリですね、アザミウマ、ハダニ、コナジラミ全部いますんで徹底的にやりたいと思います。殺菌剤ですね、トップジン M 水和剤、ジオファネートメチル水和剤ですね。キュウリには金閣、黒星、炭素、うどんこ、つるがれ、ハイカビ病、はい、そしてはたまた今回使用する活力液はこちらです。懸垂特殊酵素クラコ3リッター、低温ストレスの緩和ジャットキング、徒長抑制、大病性向上、 TK アリンパワー、光合成促進、ペンタキープスーパー、光合成促進、両緑素コンク、懸垂車、戦力総合微量要素剤、懸垂車 AC アミノ酸資材、葉緑素コンク、さらに光合成促進入れてみます。300リッターポリタンクに作りましたんで、液剤第一発目ですね。これから7日おきに薬散してアザミウマを駆除しますんで、一発目やっていきたいと思います。行ってきます。はい、送風機止めました。でアグリメック自体がですね、浸透性が高いらしいので、あんまりハウラを意識する必要ないのかなと思うんですけど、反対がですね、こっちのハウラは難しいんですけど、向こうはこっちから見ればハウラですんで、そこになるべく当たるように、はい、今回は薬散します。しっかりですね、株元にもしっかりかけます。どうだったでしょうか。楽しい農業をするためにもウイルス病はもう勘弁してほしいですね。そして天敵ももうちょっと仕事してほしいかなと。まあ寒さのせいなんだと思いますけど、はい、前回クイズの回答はシャツ4枚ですね、帽子4つ、実は原田農園さんのロゴ入りのがあるんで、シャツは実は5枚あります。はい、そして今回のクイズは殺虫剤ですね、殺ダニ殺虫剤の使った名称をお答えください。以上、シャタイがお送りしました。じゃ